やめてほしい。やめてほしい。リアルだね、それね。これが腰痛に効くんです、ここ。今日が初めてなので、今日が一番痛いんですよ。2回目、3回目って続けていかれると、そこまでマシになっていくんですけどね。うちはもう凝ってる人しか来ないので、強くしかしないんですよ。他の人たちは、他の整体師さんは、ここまで入れるのと僕ら指が壊れちゃうんですね。それが怖いからっていう方もおられます。今からね、お尻を触っていきます。で、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか、背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが結構多いんです。なのでね、しっかり緩めていきますって私がわざわざ説明したってことは、めっちゃ痛いですよってことなので頑張ってください。知ってますか？はい、始まりますね。これがね、座骨神経痛とか椎間板ヘルニアとかのね、原因になりやすいところですね。ここストップ。はい、ストップ。よく耐えてる方だと思います。ね、はい、はい、いきますよ。で、細かいところは指で緩めていきますね。こんな感じ。はい、じゃあ行きますよ。いい？どこが？頭の血管切れそう。頭の血管切れそう。切れた方は今のところおられない。あの人すぐ切れると思います。いや、先生はもう生地、鉄アレ入ってんじゃん。鉄アレ。鉄アレ。なんか指サックでパンピューのかな。いやいや、アイスピック、アイスピック入れてますからね。いやいや、入ってない。しか触られないっていうね、うん、でも普段しんどいところですもんね、うん、
尻の筋肉っていうのはここからここまでくっついてるので、ここをちょっとしっかり刺激してあげると腰痛に効くんですね。私がわざわざ説明したってことは、うん、痛いってことですからね。いや、無理無理。これがね、その椎間板ヘルニアとかによく効くやつなんだよね。やめて、やめて、痛い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 。じゃあ、ストップ。ケツが痛い、マジで。ね、本当に痛いよね。でもそこやっとかないと腰痛取れないからね。じゃあもう両方折れ。これぐらいで。痛い。もうちょっと楽にして。これで最悪できる。無理。そんなに力入れてませんからね。うん、痛いね、そこ。そう、知ってますよ。ちょっと緩めてたでしょ。痛い。電気走って。いい感じですね。はい、では反対側向いてもらえますか。下向きになって休みましょうか。涙出る。はい。で、背中触ると少し背中が柔らかくなってくれてるんですね。分からん。だいぶこの辺、腰のあたりがすごく柔らかいです。ということは、足の疲れから上がってきてたよってことなんですね。でも背中もまだちょっと硬いので、しっかり緩めていきますからね。